はい、どうも、ナエです。今回はいよいよ兵法上与に入っていきます。はい、出ました。これは初等整数論のめちゃくちゃ重要な分野になります。この兵法上与からですね、もう様々な素数の性質、整数の性質を導くことができます。ぜひこれから連続講義を始めていくので、ここでマスターしていきましょう。はい、ということで兵法上与とは何かっていうことなんですけども、 x の2乗合同 a モッド p が解を持つとき、 a を方 p の兵法上与と言います。この a ですね、主役は a です。この a を方 p の兵法上与と言います。解を持たないときは兵法非上与と言います。そして p は基礎数ですね、2よりも大きい、まあ、2を含まない素数で、 a は整数を表します。そしてそのここなんですけども、ちょっと式の意味だけ言われるとちょっとなかなかイメージしづらいので、例えばですね、まず先少し具体例から入っていきましょう。方11の平方乗与とは、はい、平方数を11で割った余りと言い換えることができます。なのでその平方数ですね、平方数をある素数で割った時の余りは何となりますか。なのでこう2は避けてます。なぜならもう2で割ったらどのみち余りはもう0か1だから、そういうのは考えないようにしてます。はい、式で書くと、はい、先ほども言ったように x の2乗合同 a モッド11、これを満たす a というものは限られてくるというのが今回のテーマです。はい、少しちょっと具体例でやってみると、まず平方数というのは1、4、9、16、はい、このように1、4、9、16、25とかですね、はい、1の2乗、2の2乗、3の2乗、4の2乗、5の2乗、6の2乗とかなっていきます。こういうのを平方数と言いました。これを11で割る時の余りを調べるというふうになります。それが平方乗与です。はい、余りを調べるとそれぞれ1ですね、11で1割ると余り1です。1です。1を11で割ると余りが1ですからね。はい、ここまではもう11よりちっちゃいことからそのまま余りになりますね。そして25を11で割ると2ですね。2で22になるから、はい、余りは3ですね。16の場合はもう11でそのまま1回で割れることから余りが5になります。で36の場合は33というのを考えてあげて余りが3になります。同じく44で考えると余りが5、64で考えると55で考えて余りが9ですね。ここでは77で考えると4です。でここ99で考えると100を11で割ると小が9ですね。で余りが、でここはもう11の倍数なのでもう合同0となるんですけども、この0はもう考えません。なので11の倍数は考えないようにします。はい、そして同じく144は121の132だから、143だから余りが1ですね。はい、11で143までは11で割り切れることから余りが1です。じゃあこれ169っていうものは143が154、ただこれ余りが4ですね。165が11で割れることが、これ見て分かる通り14953、そしてまた35941、そしてまた14というふうに繰り返しちょっと周期性がありそうですね。しかもはい、14953の5種類しかないことにも注目してみてはいかがでしょうか。はい、 A というものですね、今回の14953というものがこの A なんですけども、それは限られてくる、今回は5種類しかないということです。はい、こういったものを研究していくことになります。はい、そして A と P は互いにそうです。ここなんですけども、これが抜けてましたね。はい、そして A と P が互いにその時、最大公約数が1ですね。この時 A が方 P の平方乗与であるための必要十分条件があります。それがこちら。はい、 A の2分の P-1 乗と1っていうものが方 P として合同になるということですね。 A2 分の P-1 乗合同1モッド P となります。これが必要十分条件になります。こちらを証明したいんですけども、まずこの x の n 乗合同 a モッド p が解を持つ必要十分条件を考えていきます。はい、その必要十分条件というものは
n と p-1 ですね。ここの n とここの p で p-1 の最大公約数を d としたとき、a の d 分の p-1 乗合同維持元 p であるっていうことが必要準備条件となります。これを示してみます。はい、まず p の原子根の一つを g とします。はい、原子根とか指数、表数の定義はこちら。こちらの動画をぜひご確認ください。はい、ということで P の原子根の一つを G として、はい、インド G を両辺に取ります。すると、はい、インド GX の N 乗合同インド G の A モッド P-1 となります。はい、そしてここインドの性質により N を出すことができますね。はい、だから、はい、N インド GX 合同インド GA モッド P-1 となりました。インドを両辺に取るということは、ここのモッドの部分が P-1、もともと P だったのがこちらですね。もともと P だったのが P-1 になるということに注意してください。それはこちらですね。こちらの動画でインドの計算の仕方や、その対数と性質が似ているということの証明とか、具体的な計算方法を載せてます。はい、こちらをご覧ください。はい、そしてここまで来ました。はい、そしてこれよく見てみると一次合同式の形になってますね。はい、なのでここの N と MOD の方の部分ですね、 P-1 の最大公約数が D の時、ここですね、ここの部分がその D で割り切れるなら解を持つっていうのが必要十分条件でした。それはこちらですね。この一次合同方程式の必要十分条件をぜひご覧ください。はい、ということでここまで成り立ちます。はい、ここでインド G の A をひとまず T として考えてみたいと思います。これですね、指数または表数、インドの定義によりそれは G の T 乗合同 A モッド P を満たす T ですね。はい、はい、ここで、こちらですね。D はインド GA を割り切るものですね。インド GA は D で割り切れることから、はい、このインド GA というものは T と置いてましたね。なので T は D で割り切れるものだから、T イコール DK、そして K はなんか整数ですね。なので D 倍したものみたいな形になりますよね。はい、ここまで来ました。すると、こちらの式っていうものは、次のように DK だから、はい、G の DK 乗合同 A モッド P が成り立ちます。この T が DK になってますね。はい、ここで両辺を D 分の P-1 乗します。この D 分の P-1 乗っていうのは、ここ P-1 と N の最大公約数が D であることから、ここ整数ですね。これは整数です。はい、なので両辺を D 分の P-1 乗すると次のようになりますね。はい、G のカッコ P-1 の K 乗合同 A の D 分の P-1 乗ですね。はい、D 分の P-1 乗することによって、ここ D と D 分の1が約分して消えて、ここですね、 K と P-1 が残った形となっています。そして右辺のここはもうそのまま D 分の P-1 乗となっています。で、元は P です。はい、そしたらこれですね、 G って原子根でしたね。なので、P を法として原子根 G というものの P-1 乗すると1と合同になりましたね。はい、原子根の定義により、その P-1 乗して初めて1となるようなものが原子根というふうに定めました。なので G の P-1 乗合同1元 P が成り立っています。だからここっていうのは、ここの部分が合同1だから1の形状となって、もう1と合同となります。したがってA の D 分の P-1 乗っていうものは1と合同になりますね。で、モッド P です。これが成り立ちます。したがってですね、十分性を示すことができました。はい、まだ十分性しか示してません。というのも、N と P-1 の最大公約数が D ならば、A の D 分の P-1 乗合同1モッド P を示しました。
ということで、はい、次に A の D 分の P-1 乗合同1もっと P ならば N と P-1 の最大公約数は D、 これも示したいと思います。必要性ですね。はい、両辺にインド辞をまずこちらの両辺ですね、これの両辺にインド辞を取ります。するとインド G の A の D 分の P-1 乗合同インド G1 モッド P になります。インド G の1って0でしたね。はい、なので、はい、次にインド G の A の D 分の P-1 乗合同0モッド P となりました。そしてですね、ここです、ここなんですけども、 P-1 ってそもそもここですね、最大公約数 D を N と持ってたことから P-1 を約数 D を持ってます。はい、なので P-1 は D を約数に持つことから、なんか D×L みたいな感じで置くことができます。 L は整数ですね。はい、すると次のようにインド G の A の L 乗になりましたね。 DL だから DL となって D で約分されて L が残りますね。で合同0となります。はい、すみません、ここはモッド P-1 ですね。インドを両辺に取ることから、ここのモッドの部分は引く位置しなければなりませんでした。なので次のように、はい、この L というものはこちらに持ってこれることから、 L インド GA の合同0モッド P-1 となりましたね。そしてここですね、ここにより、ここの P-1 を、はい、なんと DL に変えることができます。なので L インド GA の合同0モッド DL となりました。はい、ここまで来ました。はい、したがってこの左辺を DL で割ると余りが0になることから、こちらは DL で割り切れます。はい、 L のインド GA は DL で割り切れますね。そして L と L はもう割り算ができることから、D とインド GA ですね、インド GA は D で割り切れる以外にもないですね。はい、したがって D の縦棒インド GA となり、必要性も示すことができました。はい、これならこれですね。はい、最後にこちらを示せたことから、こうですね、こうなる時の必要十分条件はこれでしたね。したがってこれを示すことによって、こちらですね、N と P-1 の最大公約数 D っていうのも示すことに他なりません。はい、したがって A、D 分の P-1 乗合同1モッド P ならば、 N、P-1 の最大公約数 D ってなることを示すことができました。はい、ここまでできましたね。はい、これが証明できたら、いよいよこちらを証明していきます。というのも、まあここですね、 N 乗の部分の N を2に変えるだけなんですけども、はい、ちょっとこちらに書きますね。はい、ここで先ほどのこちらの N っていうものを、はい、平方乗用なので平方数である2ですね、 N イコール2の時を考えます。この時括弧 N カンマ P-1 イコール D ですね、はい、N と P-1 の最大公約数 D というものは2と P-1 の最大公約数を考えればいいです。そして P っていうのは素数ですね、奇素数なので、奇素数引く1って偶数ですよね。なので2と偶数の最大公約数はもう2となります。はい、ここまでできました。はい、以上からここの文章をそのまま2にして言い換えるだけです。 X の2乗合同 A モッド P が解を持つための必要十分条件というものは、はい、 A の2分の P-1 乗合同1モッド P となります。はい、もうこちらで証明しているから、はい、あとは2に変えただけでこれが言えることになります。はい、いかがでしょうか。このようにしてこちらを証明することになります。はい、またちょっとこの平方乗用の特徴を少し述べてみたいと思います。はい、先ほどの例ですね、はい、こちらに載せてます。
先ほど計算した板書をこちらに載せてるんですけども、方11の平方剰余っていうものは、1、3、4、5、9の5個でしたよね。実は、はい、方 P の平方剰余の数は2分の P 引く1個というふうに決まってます。はい、例えば、2分の11引く1ですね。今回方が11なんで。なので P の部分は11です。これは2分の10となって、はい、5になってちゃんと5個ですね。先ほど具体例でやったのと同じ数になってます。めちゃくちゃ面白いですね。こちらも次回証明してみたいと思います。そして次回はもっと平方剰余について詳しく触れていって、平方剰余の相互法則っていうもう整数論の一大定理、これを証明していきたいと思います。さらに2パターン証明方法があるので、この2パターンをご紹介したいと思います。ぜひお楽しみください。では今回平方剰余の話は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。